今話題のリンゴ酢ビオフェルミンダイエット、このダイエット法、実際これってどうすればいいの？という質問をいただきました。なので今回は腸活ダイエットの観点からお答えします。さらにダイエット効果を高める具体的な方法もお伝えします。ぜひ最後までご覧くださいね。リンゴ酢ビオフェルミンダイエット Q&A、 早速質問にお答えする前に1点だけ、まだこのダイエット法知らなかったという方は詳しく別動画でお話ししています。コメント欄にリンク貼っています。ぜひご覧くださいね。では早速 Q&A 行ってみましょう。質問1、ビオフェルミンの代わりに何かおすすめってないですか？答え、あります。ただし他のメーカーの成長剤、これです。ではありません。腸活ダイエットの観点からビオフェルミンの代わりにおすすめなのがこちら、発酵食品なんです。なぜかビオフェルミンなどの成長剤の限られた乳酸菌よりも多種多様な乳酸菌を多く含む発酵食品を食べると、あなたはさらに腸内環境が整って痩せ体質へと生まれ変わることができるんです。ダイエット効果が高まります。超おすすめ。おすすめの理由はそれ以外にも、成長剤と違い無添加、より安心安全、しかも栄養も取れます。健康的に綺麗に痩せるためには、このような1、味覚異常になって太る原因の添加物をできる限り摂取しないこと、イコール無添加生活を心がけること。2、栄養不足だと痩せホルモンの材料が足りずに太ってしまいます。なのでバランスよく栄養を摂ること、この2つがとっても大切なんですね。ですから例えばこちら、味噌汁、ぬか漬け、キムチ、納豆、ヨーグルト、チーズ、そして発酵調味料、そうですね、塩麹、醤油麹、味噌などもそうですよね。こういった発酵食品とリンゴ酢を一緒に食べる、私はリンゴ酢さゆと一緒にこのような発酵食品を毎日バランスよく美味しく食べています。質問に、他のお酢でもいいですか？答えは、痩せたいなら純リンゴ酢。なぜ純リンゴ酢なのか、数多くあるお酢の中でも酢酸と呼ばれる成分が一番含まれているのが、やはりこの純リンゴ酢になるからなんですね。この酢酸のおかげであなたの内臓の動き、蠕動運動が活発になります。そうすると基礎代謝が上がって痩せ体質になる。そして何といっても痩せ菌と呼ばれる善玉菌、代表乳酸菌たちの餌に酢酸がなるから、どんどんお腹の中で痩せ菌たちがデブ菌と呼ばれる悪玉菌をやっつけて、痩せ菌たち、要は善玉菌がどんどん繁殖してあなたを痩せ体質になれるからなんですね。そしてワンポイントアドバイス、痩せる純リンゴ酢選び方なんですけれども、もう簡単、裏の原材料名を見ましょう。材料がたった一つだけ、国産のリンゴ果汁 100% のみでできている純リンゴ酢選びましょうね。例えばこちら、ミツカンの純リンゴ酢に対して、こちらもミツカンのリンゴ酢なんですけれども、これはいっぱいいろんな材料が入ってるんですよね。例えば果糖、ブドウ糖、液糖とかお砂糖とか食塩とかで、これは人工的なものは入っていないんですけれども、余計なね甘みが入ってますよね、お砂糖系、太ります。だからこういったのではなくって、完全無添加純リンゴ酢でプラスリンゴ酢でも、原材料にスラッシュが入ってて、そのスラッシュの後に乗っているのが全て添加物ですから、余計なものが入っていない、たった一つだけ純リンゴ酢選んでくださいね。質問3、酸っぱいのが苦手、お砂糖入れて飲んでもいいですか？答え、絶対ダメ。白砂糖を入れると一気に腸内環境が悪化して
デブ菌たちが増える。しかも白砂糖は体を冷やしますから代謝が爆下がり、ますます太ってしまいます。そこでどうしても甘くしないと飲めないというあなたにおすすめなのが無添加の蜂蜜だったら丸です。蜂蜜には腸内環境を整えるオリゴ糖がたくさん含まれているんですよね。なので痩せ菌を増やすことができる。プラス適量でしたら脂肪燃焼効果だったり、しかも栄養価が高いので痩せる要素がいっぱい含まれています。ただし摂りすぎるとカロリーオーバーですから適量を摂取していきましょうね。質問4、1日あたりの摂取量ってどれぐらいなんですが、1日トータルかけてこの純リンゴ酢はマックス大さじ2杯までにしてくださいね。これ以上飲んでしまっては飲みすぎになります。どんなにいいものもね、過ぎてはになりますから、大さじ2杯摂取されたら十分効果があります。摂りすぎに注意してください。質問5、飲むタイミングはいつがいいですか？答え、食事と一緒に飲みましょうです。そして必ず冷たくして飲まないようにしましょうね。冷たいものを飲むイコール腸を冷やすとやはり代謝が下がって太ります。必ずホット、おすすめは純リンゴ酢白湯になります。また特に胃腸が弱い方は空腹時飲むのは NG です。酸性が強い飲み物なので痛めてしまう可能性がある、気分悪くなったりね。なので空腹時ではなくてお食事と一緒に取りましょう。そしてワンポイントアドバイスなんですけども、もし便秘ひどい方はお水をこの超硬水コントレックスとリンゴ酢、これで割って飲んでみてくださいね。逆に便の緩い方、コントレックス飲みすぎるともっと緩くなってしまうので飲まない方がいいと思います。このコントレックスを使ったリンゴ酢ダイエットの動画コメント欄に貼っておきます。ぜひご覧ください。この動画のお話以上になります。他にも聞いてみたいな質問ありましたらコメントくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。今回は今話題のリンゴ酢リオフェルミンダイエットを腸活ダイエットの観点から Q&A でお話ししました。このお話役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際やってみてこうなりましたっていうコメントいただけるととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。